昨日夜、北九州市八幡東区の飲食店が立ち並ぶ一角で発生した火災から一夜明け、警察や消防による実況見分が始まりました。警察と消防によりますと、昨日午後9時過ぎ、北九州市八幡東区中央でスナック街の建物の2階から火が上がっているなどと119番通報が相次ぎました。火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、2階建ての建物と隣接する飲食店など合わせて412平方メートルを焼きました。怪我人はいないということです。今どういった状態になってますか？中はもうガタガタ、もう使えるよあれじゃない。もう建物が古いんですよ。どこ火元とみられる建物の所有者は、店が停電していて電気をつけるため外出していた、火は使っていなかったなどと話しているということで、警察と消防で出火原因などを詳しく調べています。